私たちは思い出は日本の人と言われる最高のツアーを提供するというミッションのもと、訪日外国人向けのツアー上野女子を運営しています。今回このクラウドファンディングを立ち上げた経緯としては、6年前に立てた夢が大きく関係しています。それは2020年の東京大会で世界中から訪れる観光客に向けて日本人の魅力を発信したいという夢です。そう思ったのは6年前に全国の学生に向けて旅イベントを運営したことがきっかけでした。そこで人との出会いが生まれる仕掛けを作り、地域の魅力を知ってもらおうと活動していました。そのイベントで私は人の出会いの尊さに気づきました。旅は人との出会いの数だけ強く思い出に残るのだと確信しました。その光景が今でも脳裏に焼き付き、それを世界中の人と共有したい、そんな思いで6年間さまざまな活動を続けてきました。その活動の一つに平昌五輪へ現地へ足を運び、世界中の人とコミュニケーションを取るイベントを開催したこともあります。さまざまな試行錯誤を繰り返したどり着いた答えが、世界中の人と日本を楽しむためのサービスを一緒に作り上げることです。日本人だけでやるより、日本に興味のある海外の人と作り上げた方がより良いものになるのではないかと考えました。そこでこのプロジェクトではオンライン上でコミュニティグループを作り、一緒に意見を出し合ってツアーを作っていきます。最終的には2020年の夏に世界中の人と作った日本のツアーとして実際にサービスとして売り出します。そのためにはお金だけではなく皆さんの力が必要です。海外から日本がどんな国に見えていて、どんな観光に興味があるのか、そういった生の声をオンラインコミュニティの中でぶつけてもらい、より良いサービスを作っていきたいと思っています。面白そうだな、自分も関わりたい、そう思った方はぜひご支援よろしくお願いします。 Hello everyone, I'm Eri. In our tour, you can feel Japanese kindness and Japanese humanity. I hope we could have heartful communication in Ueno. Hi, I'm Haruka. If you are interested in traditional Japanese clothing,Let's enjoy Japanese culture together! Hi, I'm Yui. Ueno is known for its art, so let's have fun the beauty of Ueno's art with us. I'm looking forward to seeing you!